Peggy 18。はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴーストプズシマの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、ゴースト仏島クロード来たんで煉獄3連休ビルドを紹介ということでね、何のこっちゃいだとは思うんですけれども、最近鬼滅の刃無限列車編をね見れて、でようやくこっちでも見れるようになったんだけれども、ですごいハマってて、で煉獄さんがすごい気に入ったから煉獄ってことにしてんだけど、要するに穂村の剣特化ビルドみたいのをクロード来たんの方でも作れたのでね、まあ、これからクロード来たんの方もちょっとビルドとかね紹介していきたいなと思うんですけれども、まず本日の動画の概要なんですけれども、この煉獄3連休ビルド一体どんなものなんだというのを軽く紹介して、で次にそれを作るのに重要な装具とか技のセット、まあ、全部を全く一緒にする必要はないんだけれども、一つの例としてね今回のは紹介したいし、あとガチャ要素がすごいのでこのゲーム、なので全く一緒っていうのはかなり作りにくいと思うんでね、よかったら一例として見てみていただけたらなと思うんだけれども、で最後にそれを使って実践に行ってみたという感じにしたいと思います。よかったらねクロード来たん始めてみようかなって人のね参考になればなって思うんだけれども、で煉獄3連休ビルド何かっていうと、まあ本編で言ってる私の作った、まあみんなも作ってると思うんだけど、穂村の剣特化ビルドにかなり近い構成ということで、剣で攻撃すれば周りの敵が燃えまくるみたいな、なんかほぼ無敵に近いみたいな、なんかそんな感じなんですね。で火炎の強攻撃、強炎の護符つけてる状態ですよね。そうすると火柱が立つ上に強攻撃当てると周りの敵がブワーッと燃えるんですよね。これでひたすら強攻撃で連打できるみたいな感じで、クロード・ピタンの場合は回復もさらにつけられるんですね。で回復は恵みの刃というスキルがあるんだけども、これをつけたり他の方法もあるんだけども、これをつけると火炎攻撃するたびに回復できるんですね自分が。なのでやばいと思ったら火まとってドッコンドッコンドッコンってやれば攻撃もほぼ敵は防げないし、自分は回復するしみたいな、ほぼ無敵のビルドということなんですね。で侍の場合なんだけれども、遠距離がね弓で一本一本ピュンピュン打ってるとちょっと攻撃力弱くなっちゃうんですね。なので3連休が今回新しく新要素で追加されてて、これは何かっていうと本編でいう鹿神の軽眼の護符をつけた弓ですよね。あれと同じ性能を持った攻撃ができる弓がアイテムで追加されたんですね。でこれを侍につけるとすごく強いと、遠距離でもなんていうのかな、火力を発揮できるみたいな感じで、遠距離、まあ、中距離近距離もすごいもう何でも OK みたいな侍になるので非常にやりやすいと。あと遠距離からこの3連休で攻撃すると気力の回復とかにもいいんですね。で気力があると何がいいかっていうと奥義が発動しやすいということで、いろいろ便利と、試練一戦にした場合は試練一戦も発動しやすいということになるんですね。で猿神のカウンター、これ猿神の刀もたまたま手に入れてるんで、これじゃなくてもできるんだけれども、猿神の刀を手に入れてるとカウンターで3連撃できるんですね。だから火をまとってカウンターするとその3連撃連殺もできるし、強い鬼とか1体がすごい強いやつだったとしてもその鬼に対してバサバサバサって一気にね攻撃ができるのでめちゃめちゃ強いと、しかも回復もできちゃうということなんですね。で強炎をつけた状態で奥義の8万の5連撃にしてるんだけど、これが発動するとめちゃめちゃもう火柱立ててもう画面中そこら中飛び回って敵をやっつけるということになるので、まさに奥義煉獄という感じになるんですね。もう時代は煉獄さんですよって感じなんだけれども、ではですね装具技セットを紹介したいなと思うんだけれども、さっきも言ったんだけどこのビルドは一例ですね。一例なので必ずここだけは押さえた方がいいってやつはあるんだけれども、全く一緒じゃないとできないとかそういうことはないのでね安心してください。そもそもさっきも言ったけどガチャ要素とかハクスラ要素がすごい強いので全く一緒は難しいと思うんですよね。で太刀は猿神のたけりを、まあ、たまたま持ってたからこれがすごく侍に合ってるんでねつけております。でカウンター受け流しの極意を出したいので受け流しの木先っていうのを能力でつけてちょっとあれですよね、反撃しやすくなるみたいな、カウンターが出やすくなるみたいな感じになるんだけども、で近接攻撃の威力を上げております。それは確定で近接攻撃が当たるから1回のダメージを、ね、増やした方が得ということですよね。で水の方の太刀なんだけども、この猿神の叫びがこの水の方の達人っていうのをつけるとそのいちいちカウンター待ってなくても水の方の5連撃が強化されるので、もう攻撃にも、もうこっちからの攻撃にも強くなれるという感じです。で達人の試練を達成してつけたのが威嚇と
いうことなんですね。たまたまなんだけど、これもたまたまついたんだけども、受け流しの極意で切り返すと、その 50% の確率で周りの敵にもダメージをバーンと与えてくれるんですね。だから猿神のたちとすごくなんていうか相性がいい、威嚇のねスキルは相性がいいという感じです。で、弓がこれじゃなくてももちろんいいんだけれども、侍にこの3連休つけるとすごく相性がいいなと思いました。他のにもつけてやってみたんだけれども、まあどれでも大丈夫なんだけど、弓取りは飛び石がやっぱりいいなと思ったので、飛び石を弓取りに取っておいて、で近距離しかできない侍にちょっと中距離での火力を上げたいなという感じだったので、侍にねつけてみたという感じです。で、鹿神の軽眼っていう弓なんだけれども、これは、まあ、3連休打てるというやつですよね。で、飛び道具の威力を上げて、飛び道具による気力回復を上げて、鋭い矢ってやつ。というか、ここのね、パークはね、旗手と墓部とは無効って書いてあるんですよ、この3連休。だから、毒の矢か、鋭い矢か、ぐらいしかつけるのがない。だからガチャで無駄なやつつけられちゃうと、すごい大変みたいな感じなんだけれども、まあ、たまたまね、毒の矢がすぐ出たので、毒の矢にしているという感じです。まあこれは普通の弓でも大丈夫です。でもその場合近距離でしか火力があんま発揮できないかなっていう感じになりますね。で、呉符がねちょっと大事だと思います。呉符を侍の呉符にして、恵みの刃、これを絶対つけた方がいいですね。もしくは昼の受け流し、これをつけることによって回復することができるようになるんだけれども、恵みの刃での回復量がほぼなんか無敵に近いのって、これは何かっていうと、特技を発動中に近接攻撃を当てると体力が回復するってやつなんですね。だからその火炎、豪炎だよね、豪華の剣のスキルを使うと、その攻撃すれば体力回復できるということになるんですよ。これがめちゃめちゃ回復にいいという感じです。で、昼の受け流しがたまたま出たんだけど、これは猿神のやつとすごく相性がいいので、カウンター受け流しの極意が成功すると体力が回復するんですね。で、3連撃になるから攻撃と回復が同時にできるみたいな感じで、あと気力の回復速度が上がるので、その後あの8万の怒りをね出しやすいという感じになります。でもまあ恵みの刃かなって、昼の受け流しか恵みの刃どっちかって言われたら、恵みの刃を絶対つけた方がいいと思います。で、まあ、自分で言うのもなんだけど、この侍の呉符はすごく優秀な例で、ガチャにすごく運がよく成功したって感じなんだけど、この気力回復増加だけで 6.8% で低めなんだけど、ここだけ変えるためにもう全部をまた変えるのがすごくリスクが高いので、新しいやつを作り直した方がいいかなって感じになっちゃってるんだけど。で、アングは近接攻撃力を上げられる区内がやっぱ侍には優秀かなという感じですね。で、ついてるのはクールダウン減少と、あの近接攻撃の威力アップっていうことですよね。だから近接攻撃が結構威力上がってるんだけれども、で、私の場合だけど大区内つけてて、これはでも何でもお好みでいいと思います。火をつけるやつでもいいし、威力が高くて敵を転倒させるんですね、ちっちゃい敵だったら。なので、まあ、攻撃コンボの最中にちょっと合間が空いちゃって攻撃されそうってなったら、区内パンって投げちゃうとかね、そういうこともできます。で、あとはその達人の試練達成したらつけられるパークは両運がついてるけど、まあ何でもいいかなみたいな感じです。火つけるってやつも強力だし、で、まあ、区内でとにかくメインは近接攻撃の威力アップだから、私の場合鳥持ち玉でもいいかなとは思います。だから鳥持ち玉の場合は近接攻撃の威力アップのパークがないから、ちょっとこの普段の攻撃力が少し下がるかなっていう印象はあるんだけども、そんなに大差はないんだけれども、ちょっとずつのね積み重ねがすごい、あのなんていうか攻撃力の方には影響してくるので、まあ区内で攻撃力上げておくと少し倒しやすいかなという印象はあります。で、両運でね運が良ければ区内バンバンって投げたりできるので、非常にね便利という感じです。で、最後は煙玉を持ってったらいいんじゃないかなと思うんだけれども、何でももちろんいいんだけれども、煙玉侍の呉符で呪いの呉符とかに変えたい場合とか、なんかの拍子に侍の恵みの刃がとにかくつけられない場合は回復力がほぼなくなってしまうので、ここで賢治の酒とかなんか別の回復薬を持ってったら、まあ少しはバランス取れるかなって感じになると思うんだけれども、普段はまあこのビルドだったら煙玉が相性いいと思います。ここで回復持っていくとちょっと回復オーバー回復の能力になっちゃうので、煙玉にして、まあ、クールダウン減少と闇討ちの威力アップで火薬で敵を吹き飛ばすということで、経験的にはなんだけど、これは煙玉を使うのは攻撃っていうよりは
味方が倒れちゃった時、鬼がいっぱい来て九死とかで、で味方が倒されちゃって鬼に囲まれてって起こせないって時に煙玉バーンやって吹っ飛ばして、で起こしてあげるという使い方が多いですね。これが非常に便利と、安定して起こせるので忙しくないということで煙玉がおすすめだと思います。で4つ目のパークはほぼ選択肢がまだないと思うんだけれども、まあ何でも OK という感じですね。で技の方なんですけれども、新しい技が右のね1列追加されてて4つ追加されてるんですよね。で今回使う豪華の剣で読み方いいと思うんだけど、豪華の剣っていうのが要するに本編の豪炎の護符と同じ効果を持っております。で火がついて炎の剣になるんだけれども、強化された炎の剣で強攻撃を当てると近くの敵に火がつくということですね。なのでとにかく火をつけて強攻撃して、あとはカウンターのとか水の連撃とか八幡の怒りとかすることによって、まあ、敵はほぼ全滅するか一部隊ほぼ全滅するかなみたいな勢いになると思うんだけど、それでめちゃめちゃ強いという感じです。で気力じゃなくて気力も回復しやすいし、ヒットポイント回復できるんですね、この豪華の剣を使うと。だからめちゃめちゃ強いと、回復攻防一体火つけてる間ほぼ無敵みたいな、なんかそんな感じになります。で2つ目は、まあ、上品の品武具をもう一つつけたいので上品にして、3つ目が気力がちょっと3つだと心もとないので4つになるように1個追加して、で最後は八幡の怒り5連撃にしております。だけど、まあ、これもどれに変えてもいいかな、豪華の剣と上品を1個どこかでつけられれば、まああとは好きなやつでいいんじゃないかなとは思います。基本は火つけてえいえいえいって攻撃すればそれでかなり強いので、あとは受け流しの極意とかしてればこの侍は結構ほぼ無敵に近いので、あとは遠距離から3連休を狙っていけるので、とりあえずね、じゃあ実戦の方やっていきたいと思うんだけれども、まあ、とりあえず北の方にね出てきたって話なんだけど、ただこれ出てきた時私気力プラス1を戻すの忘れてるねなのでちょっと違うビルドになっちゃってるけど、まあその辺はどうでもいいという感じですね。お好みでいいというところだと思います。で味方と戦っていくんだけど、水の連撃が強いから盾持ちとかにはもうこうやってご利用していけばいいし、火をつけた場合はもうどうでもいいし、でちょっと敵がねしっかり構えてる場合は区内で崩してから連撃に持ってってもいいしみたいな感じですね。問題はこの鬼たちだよね。八幡の怒りで一気にやっつけたかったんだけど上に登られちゃったということだよね。広いところで戦ってればね、今ので全部2人ともやっつけちゃったと思うんだけど、で味方が倒れちゃったという場合は煙玉がないから、まあ、とりあえず起こしてこれなら大丈夫だね。で火をつけて火で連撃していくと鬼もこうゴリ押しですよ鬼も1対1ならねこうやって火つけてゴリ押していけば大丈夫という感じです。もうね鬼ですよどっちが鬼かわからないみたいな感じなんだけど、このタフなやつもね普通に攻撃していっても結構大丈夫という感じだね。また味方がやられちゃったら煙玉がないから、じゃあ鹿神でちょっと距離を置いて鹿神で撃っていくということだよね。鹿神の優秀なところは 3人に当てなくても1人に3本当てることが可能なんですね。そうするとすごいダメージを与えることができるんですよ。例えばイオのポップっていうのが出てくるんだけど、まあ本編でいうあのニャーって歌ってるやつみたいな、あんな感じで周りの敵味方をほぼ無敵にしちゃうみたいなやつがいるんで、先に倒さなきゃいけないんだけど、あいつを遠距離から3連休で3本一発当てれば一気にやっつけられるんですね。これがねすごく侍にいいという感じです。で最後にねこのステージ最終のところの鬼ホードみたいなところに向けた八幡の怒りとね豪炎の豪華の剣を使うことによって奥義が発動できるという感じやね。これがカラーじゃないのがちょっと残念なんだけどね、火柱がブワーって立ってくるのがかっこいいんでめちゃめちゃ強いだろうみたいな感じなんだけど、ただ100機の難易度のこの鬼、特にハンニャみたいなやつ、スーパーパールの格好してるやつはやっぱ強いので、油断するとあいったって感じになるんだけど油断すると危ないとやられかねないですね。やっぱりあと100機の場合はこちらも敵の攻撃を受けると今週は燃えるっていう呪いがついてるから、やっぱね燃えるとやばいですねって感じなんだけど、回復大事かなと思いますね。回復ビルドでね侍でみんな強い人いるんだけど、回復のことを何も考えてないでいる人がいて、そうすると
まあ、やられちゃった時にすごく弱いな、脆いなというところがあるのでね、やっぱ恵みの刃かヒルの受け流しか回復薬か何かしらね持ってった方がいいとは思います。では最後に奥義煉獄って感じだよねやばい、この火柱の立ち方がすごいよね。あのうまく動くと星の形にこう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 って火柱立ったりしてすごいかっこよかったりするんだよね。いやまあぜひね、ぜひ試してみてください。猿神の刀とかちょっとレアな武器、近神の軽眼とかなくてもね、このビルドは作れると思うので、要は技のその豪華の剣と恵みの刃を持ってれば、まあかなりそこそこの強さはね発揮できると思います。他にもね、弓取りとか浪人がね、また私好きで、浪人使いだったんだけど、浪人でその熊に癒しの波動を出せるように今回なったんですよ。でこれがすごくやりたくて、やっとできるようになって、まあ、今度紹介するんだけれども、いやめちゃめちゃね新要素が楽しいなという感じです。それじゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またなんかね、他のビルドたくさん作っているので、それもちょっとずつね、紹介できたらなと思います。あとはライブ配信でもね、いろいろビルドの検証とかもやっていきたいと思いますんでね、よかったら覗いてみてやってください。それでは、ラビットでした。皆様の良き、誉れライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。